プロになるまで何年かかりましたか。A fan from Malaysia。 マレーシアからのファン。プロになるまで何年かかって、もそのトレーニングを始めた時って、じゃあプロに なろうっていう、そういう時代でもなかったっていうか、競技を始めた時はそのプロに、まあもちろんちょうどそのオリンピアの1回目のオリンピアがちょうど始まったぐらいのタイミング、1回目2回目ぐらい、ジェレミー・ビューエンダーがちょうどチャンピオンになったぐらいのタイミングで、だからその日本人にじゃあ IFBB プロフィジークになれるっていう状況じゃなかったんで、とりあえず自分はその日本一になろうっていうその目標で、まずと、まあ、JBF に出たり MPCJ、 当時 MPCJ と呼ばれてたんですけど、そこに出たりとかしてて、でつい日本で初めてじゃあプロポリファイが開かれますよって発表される前かな、ちょうど田口純平選手と竹本選手がなんかベガスのプロポリファイに出てプロになって、日本人初ので、あ、そっか、そういう道もあるんだっていう感じ でそこら辺からかな。まあ、前の話したんですけど、ジンさんっていう、まあ、藤井からいて、彼が結構もう強気で、俺はプロになるって言い始めて、 FBB プロになる、なるぞっていう感じで夢を語ってて、でそのジンさんを自分が、まあ、ビーフサキクラシックっていう大会で倒しちゃったんで、僕が、ああ、じゃあじゃあなんか義務感っていうか、じゃあ僕がプロになろうっていう感じで、そこで決めたわけじゃないんですけど、その前からあなんかプロっていうのがあるんだなっていう、ちょっとなってみようかなっていうのはあったんですけど、まあ、そのビーフサキクラシック終わってから、その場でインタビューされたんですよね、坂部さんに。ジャパンプロコリファイ出るのみたいな、なんかいや動画で、後で動画で話しますって言ったら、なんかいやダメ、今言いなさいみたいな感じでまあ冗談半分で言われて、まあしょうがないってそこで決めたんですよ、ステージの上で、はい、ジャパンプロコリファイ出ますっていう感じで、本当にビーフサキクラシックをその場で決めましたね、正式に。でジャパンプロコリファイ出ましたっていう、そこからもずっとプロになろうと追いかけたんで、結局それが2018年なんで、まあ、長かったようで1年でプロになりましたね、自分は。うん、1年間かかりました。